手としてデビュー、無敗で日本スーパーフェザー級タイトルを獲得。しかし初防衛戦を直前に目を負傷、そしてタイトル返上、1年2ヶ月の長いブランク、苦しみが彼を一回り成長させていった。復活のリングは故郷岐阜県古川町、怪我した目をかばうことなく前に出続け、2ラウンド KO 勝ち、見事に復帰戦を飾った。復帰後は4戦4勝輝きを取り戻した杉田が今日東洋太平洋のタイトルに挑む。その中にも何か秘めた闘志が感じられます。それではその杉田選手のプロフィールをご紹介しましょう。岐阜県古川町出身の杉田選手、20戦のうち16 KO と高い KO 率を誇る右のハードパンチャーです。98年に日本スーパーフェザー級チャンピオンになりましたが、目の怪我のためにそのタイトルを返上しています。約1年間のブランクの後復帰し、その後は4戦4勝3 KO で無敗のまま今日のタイトルマッチを迎えました。一方チャンピオンのタイガー・アリ選手、65戦というキャリアを持つベテラン、世界ランキングも4位という懐の深いボクサータイプの選手です。杉田選手、世界チャンピオンという夢の実現のためには今日の試合負けられないと思うんですが、今どんな心境なんでしょう？今は別にもうやることをやったんで、はい、あとはもうリングの上でも目いっぱい戦うだけですね。はい、緊張していらっしゃいますか？いや、そんな緊張はしないんですけど、ドリラックスしてます。はい、そして今回も放送席は豪華ラインナップでお送りします。解説は渡嘉敷勝男さんと薬師寺康江さんのダブル解説、実況は CBC アナウンサー塩見圭一です。放送席の塩見さん、お願いします。では改めて今夜の放送席ご紹介いたしましょう。元世界チャンピオンのお二方です。渡嘉敷勝男さん、そして薬師寺康江さんのお二人でございます。よろしくお願いします。はい、います。いよいよ杉田選手が東洋太平洋のタイトルに挑戦するわけなんですが、まずは杉田選手の前回の試合から振り返ってまいりましょう。はいはい、昨年の11月水島博戦でした。はい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 、なかなか相手が頑張ったんですよね。渡嘉敷さん、途中でもうどっちに行くかわからないような試合になりましたよ ね。 そうですね。この辺りなんかかなり危なかったですね。両方かなりもらってましたよ。薬師寺さん、はい、どうしても杉田選手の場合はタイプとして真正面からいくと、っていうかもうどうしても打ち合いしたいタイプですからね、しょうがないんでしょうけどね。はい、ただこの辺りの勝負根性というのは渡嘉敷さん、はい、すごいんじゃないですか？そうですね、もう行くときは行くの まとめ打ちうまいですよ。もうここまでは全く分からなかったんですが、最後はもう力で持っていきました、ねじ伏せました杉田です。渡嘉敷さん、今日の試合のポイント、はい、どのあたりでしょうか？今日はね、チャンピオンが結構うまいんですよ。だから、もうフェイントを入れるか、はい、手をバンバン出すか、もう必ずもう距離をあまり空けないこと、はい、どん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 もう攻め込んで、相手にその考える余裕をあまり与えないようにした方がいいですね。はい、薬師寺さんはどのあたりがポイントでしょう？っていうかね、この試合ね、必ずいい試合になります、はい、必ずお客さんがみんなが総立ちになるような試合になると思うんですよ、絶対に。ですけども、そこでどちらがいいパンチを当てるかというところが見どころですね。はい、はい、間もなく杉田選手がリングに登場します。ただいまより東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチを行います。試合に先立ちまして、杉田選手よりファンの皆様にメッセージが届いております。杉田隆平です。今日は命いっぱいに戦います。皆さん応援よろしくお願いします。これより両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより杉田隆平選手の入場です。今から2年半前の1998年7月東京後楽園ホールで金内豪を破り、わずか21歳10ヶ月で日本タイトルを獲得した杉田隆平。順風満帆に見えた杉田のボクシング人生も、初防衛戦直前に左目網膜裂孔が判明、取ったばかりのタイトルを返上、1年2ヶ月に及ぶ長期ブランクとなってしまいました。しかしこの間しっかり精神力を鍛えた杉田、果
畑中ジムでのライバル中野宏に東洋太平洋のタイトルでは先を越されてしまいましたが、復帰から1年3ヶ月、5戦目にして中野に追いつくチャンスが訪れました。今日も古川町からいつものように大勢の応援団が駆けつけています。ふるさとの飛騨古川、まだまだ厳しい冬、杉田の応援団はチャンピオンになって杉田に一足早く春が訪れることを願っています。大好きな黒でトランクスもガウンもそしてグローブも統一しました。赤コーナーよりチャンピオンタイガー・アリ選手の入場です。名古屋のロッキーと呼ばれた畑中清がプロデビュー戦を KO で飾ったのが昭和59年11月27日。それより2ヶ月前、エデル・オリベッティ、現在のタイガー・アリがデビューしました。今から9年前の1992年に初めて東洋太平洋のタイトルを獲得。一旦はベルトを失いましたが、一昨年の11月、32歳にして再び東洋太平洋のチャンピオンになっております。第31代 OPBF 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、タイガー・アリです。本日のメインイベント、東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、129パウンド4分の1、フィリピンタイガー・アリー。青コーナー、挑戦者、東洋太平洋スーパーフェザー級8位、129パウンド4分の1、畑中ジム所属、杉田雄平。ジャッジ伊藤貴臣、日本。同じくジャッジビルトリオガルシア。杉田隆平のふるさと飛騨古川のおこし太鼓が鳴り響いております。名古屋市国際会議場です。今日はジャッジが日本の伊藤武臣とフィリピンのビルヒリオガルシア、そしてレフリーが韓国のデビッドチューン、この3人で採点を行います。試合は10点砲、1ラウンド3回のダウンでノックアウトということになります。偶然のバッティングで負傷しレフリーストップとなった場合には4回までは引き分け、5回以降は採点となります。したがって絶対に4回まではやりたいという杉田隆平。今第1ラウンドゴングが鳴りました。両者ともにベストコンディションで臨んでいます。東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャンピオン白いトランクス、フィリピンのタイガー・アリ、そして黒のトランクス、今日はシューズもそしてグローブまでも黒にいたしました杉田隆平です。戸橋さん、はい、黒のグローブってちょっと珍しいんですよね。お互いが違う色をつけるなんて初めて見ましたね。はい、赤のグローブをつけているのがタイガー・アリ、そして黒のグローブ、この黒がとても好きだという杉田隆平です。そういえば東洋太平洋の先にチャンピオンになりました中野宏がタイトル取った時は白のグローブだったんですね。あの時には両者白でした。杉田隆平はとにかく今は本当に調子がいい、ただその調子がいいと言っても試合で出さなければ何もならないんです、きっぱりと言っておりました。まあ、攻め込む時はねかなりいいラッシュしますからね、はい、今日もそれ見れると思いますよ。4回までは点を取られないようになるべく後半勝負で持っていきたいんだということを言っていたんですが、薬師寺さん、はい、スタミナでは自信持ってるようですね杉田は。だからもう10回も12回もね、変わんないと思うし、はい、それだけの練習積んできてると思うんですけども、このタイガー・アリですね、はい、言ったらもう16年17年間戦い続けてるんですけど、今年もう18年目なんですよプロ。どうしてかなと思ったらやっぱりこれサウスポーだからっていうのもありますねこの選手ね。ああそうですか、はい、おそらく右だったらここまでやってこれたかなっていうのもありますけどね。まして懐が深くて打たせないから、長持ちしてるんですね。渡嘉敷さん、顔を見たら、はい、本当に65戦今までやってきたのかというぐらいの顔してますね。そうだからいかに打たせてないで勝ってるかですよね。ミドストレート、右フックからね、右のアッパーを時々打つんですよ。あのアッパー怖いですよ、はい、だからあんまり近づきすぎて、単調になるとアッパーを掘り込まれますね、はい、4回までは様子を見ていくというのが
畑中ジム陣営の話だったんですが、杉田、こう当たるからと思って調子に乗っていくと、はい、あの変な角度からアッパー飛んできますから、フック飛んできますから、それ気をつけたいですね、はい、塩見さん、はい、青コーナーですけどもね、畑中会長も相手はあの右のアッパーだけ、あれだけを気をつけろと言ってますね、そして杉田に対してはプレッシャーだけ、はい、プレッシャーだけ相手に与えろと言ってますね。ああそうですか、4ラウンドまではそんなに無理をしてはいけないんだということを畑中会長は言っていました。いいですよ、でも相手がロック背負ってますから、有効ですよ。こっちはこの右のストレートが伸びるんですね。これが一つ有効な武器になってきます。まあ、4ラウンドまでは見ていけと言われているけれども、やってみないとわからない、そして当たるようだったらば現場第一主義ですから、そうです、ね、行きたいんですと。目が赤くなってませんか、右フックもらって。ああはい、目痛めてますからね、前杉田はね、左目網膜裂孔で1年2ヶ月のブランクがありました。タイガーが、ね、杉田隆平、あの杉田隆平が右を打ってくるときに一緒に右フック打つんですよ、カウンターで。ああはい、はい、あれが上手いですからね。ここでゴンが鳴りました。第1ラウンド終了です。第2ラウンドが始まりました。渡嘉敷さんからね、ちょっとあの指摘があったんですが、はい、ちょっとその左目の方が腫れてるんじゃないかと。右フックをねもらってるんですよね、はい、ちょっとねグローブ入ったかもしれないですけど、ちょっと目赤くなってますから、ね、はい、まあ、あのサミングになったら完全のこれ反則になるわけなんですが、はい、そこのスレスレのところでしょうね。スレスレのところでも、まあ、それだからこそ2度の東洋太平洋のタイトル獲得。今のアッパーですね、右のアッパー、あれ危ないですよ、右のアッパー、左のストレートと見せかけて の, あの左のアッパー、右のアッパーというのがあります。あ、ちょっと打たれているぞ、前に当たっています、サウスポーツやるときは左を上げてないと危ないです、簡単もらえますから、はい、杉田もうちょっと体振りたいですね、とにかくもう気まじめなぐらいにどんどん前に出ていきます杉田隆平。もうね変則的でいいんですよ、ガン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 前に詰めて詰めていった方がいいですね、はい、体振って左出してね、はい、行きたいですね。ストレートを軽く当ててきます。この細かいパンチというのもなかなかうまいですね、薬師さん、うん、そうですね、あのもう相手来るの分かってますかね、タイガーアリは、はい、あー、いい連打がありました、タイガーアリ、まあ、パンチ力はそんなには渡嘉敷さんなさそうではあるんですが、でもね、あまり浴びるとやっぱりね後半危ないですよね、はい、それと大振りになるのが怖いですね、はい、おっと、左のストレート、そう、杉田もここでね、ボディからね顔面打ち上げるんですよ、はい、単調に行くとねカウンター取られるも取られますからね、4ラウンドまではちょっとこう苦戦するんじゃないかというのが、まあ、畑中会長の予想でした。ただその時にポイントを取られすぎないように、そして後半の勝負になってきたらやっぱり相手は33歳プロ18年目ということもあるから、スタミナだったらば若さで相手の方が分あるだろうと、相手の正面立たずと、前の手の引っ掛けが怖いですね、正面、今そこ正面なんですよね、これ、はい、これだともあのタイガー・リュウが勝ち出しやすいんですね、うん、お、右のフック、逆に右を返されています。いいですよ、左だけ上げないと、コツコツ右のフックカウンターでもらったらひっくり返りますよ、はい、塩見さん、はい、チャンピオンタイガーアリサイドですかね、相手が攻めてきたらアッパーで起こせと、はい、その後左ストレートだという指示が飛んでいます、はい、もう基本的なことですね、はい、とにかくそのタイガーアリがそのすごく多彩なパンチを打ってくるとかいうわけではないんですが、杉田ね、もっと右のフック、左のフックからね、右のアッパー欲しいですね、詰められてもね、タイガーリここで見てるんですよ、結構見てるんですよ、見てて打ち返しますから、はい、したがって当てたパンチよりも当た相手に当てられたパンチの方が多くなってしまう、もらってないですから今でも、ロープギアの魔術師ってね言いましたけど、はい、まあ、なんかそんな感じもしますよね、うまいですよね、追い詰められてからが非常にうまいタイガーアリ、追い詰めてはいるんですが、なかなかいいパンチを打つことができません。先にこれ行きたいです。先に先手先手で行きたいですね。杉田はね、もっとフェイント入れてね、変速に入った方がいいですね。はい、そのあたりもこのところは練習しているんですが、ここでゴングです。第2ラウンド終了いたしました。第4ラウンドが始まりました。東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ。挑戦者の杉田隆平。高校1年の時に漫画初めの一歩を見て、そしてボクサーになろうと思いました。そして高校3年生の夏にできたばかりの畑中ジムの門を叩きました。その時に畑中会長がロードワークだけやってこい、そして冬まで我慢したらということを言っていました。そして入門を果たしました杉田隆平、うん、大きなパンチを振るいますタイガーリー。やっぱり杉田君の3倍以上の、ね、キャリアがあるだけね、はい、テクニックありますね。今日が21戦目の杉田隆平に対しまして、なんと今日が66戦目というタイガーアリです。
なんといってもあの畑中会長がデビューする前にもうデビューしてたわけですからね、このタイガー・アリは。年も僕より一つ上ですよ、33歳のタイガー・アリです。タイガー朝倉の名前で一時日本のリングに半年間上がっていたこともありました。塩見さん、はい、青コーナーですけどね、内藤さん追い詰めています。お追い詰めています。カウンターですね。いいですよ、いいですよ。あのもう考えさあのつかないので、どんどん行った方がいいですよ、はい、どん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  手数を出していく。そう、杉田のボクシングですね。ただここで正面です。あれが正面なんですね。これが正面。ここから回り込めないんですね、はい、あの殴られてる時はいつも手出してないんですよ。いいバッティングです。右を深まりました。ちょっとグラッときました。タイガー・アリー、さあここで一気に加勢に攻めることができるか。左のボディを打ちました。ちょっと今苦しんでますか、タイガー・アリーの方は。いいですよ、杉田のストレート。また追い詰めています。ローブに追い詰めています。ちょっとここで横に回り込んで、この右のフック、それから左のボディ、嫌がっています。タイガー・アリーが嫌がっています。左のボディ、そしてまた右のボディ、もう一回右のフック。左だけ上げといてほしい。右のフック当たってますね、左のボディと。また右のフック、右のアッパーです。アッパー当たりました。薬師さん聞いてますか。はい、あのね、はい、タイガー・アリーの方もだいぶ嫌だと思うんですよ、でもこれ杉田も苦しいと思うんですけど、はい、これを続けてほしいですね。これをしつこい、しつこく、はい、これを持ち味ですからね。相手がこん負けするまで、うん、打っていけるか、杉田龍平。さあ、また左のボディ、息つかせない、行く。止まると打たれますよ、緩いパンチでもいいから手を出しておく。はい、相手は10歳近く上です、うん、いやでも杉田龍平、タイガー・アリーもたま時折出せる、息当たってますよ、ちょっとその第1ラウンドでグローブが左の目に入った、そのあたりも心配なんですが、左だけ上げといてもらいたいですね、うん、また体勢を立て直そうというタイガー・アリー。しかし体勢立て直さない、させない杉田龍平の猛攻。いいですよ、どんどん行く、どんどん行く。おお、左のアッパー。ちょっと杉田龍平もいいパンチをもらっています。ゴンが鳴りました。第4ラウンド終了です。こっちだよ。第5ラウンドが始まりました。先ほど第4ラウンドは猛攻を見せました杉田龍平。ただ薬師さん、あの最後のちょっとね、はい、打たれる場面があったんですね。アッパーもらってちょっと効きましたね、杉田の方が、ね、来たんですね。でもあれをしつこくいけば、はい、多分アリもこん負けすると思うんですけど、またボディを打っています。いいですよ、ウィービングしながら打てば、はい、体振らなきゃダメですね。体を振りながらですね、はい、ウィービングをしながら、そしてボディを打っていく。あまりストレートを狙うよりも、トカチさん、あの、はい、先ほどフックとかアッパー当たってましたよね。そうですね、あの右フック、はい、あの左あのボディ、はい、ボディとかね、はい、当たってますから。あの右のフックが意外に当たってるなと思ったんですけどね。そうですね、意外にあのボディやっぱり弱いかもしれませんね、はい、ちょっとボディを打たれるようになって嫌そうな感じですね、タイガー・アリーが。あれ有効ですよ、いいですよ、はい、左のストレート。この左のストレートを気をつけなきゃいけません。たまに正面立ってポケットする時あるんですよ。そうですね、打った後です、気をつけたいですね、はい、特にアッパーアッパーと思っているとあのストレートを食うんですね、うん、常にウィービングしながら攻めてるとね、もらわないですよ。狙いすましたような、また左のストレート、ウィービング、ウィービング、正面立ってはダメです。ただこっからが杉田の真骨頂、打たれてグラッと相手もね、ちょっと嫌気させてきてますから、はい、どんどん行った方がいい。塩見さん、はいはい、青コーナーサイドですけどもね、頭を振ってくっついて、はい、相手ボディ嫌がってるぞっていう声が飛びましたね、はい、今右のアッパーを食いました杉田龍平。そう、この距離でしょう、この距離ですね、この距離ですね、くっついてですね、結構 ね頭止めない、はい、タイガー・アリーがパンチをいなしてるんですよね。クリーンヒットをしてない部分もありますから、この辺りはもう65戦のキャリアを持っていながら、うん、それでも顔にはあまり傷がありません。塩見さん、はい、チャンピオンサイドですがね、はい、先ほどのラウンドあたりはね、もう打ち合ってもいいぞという指示だったんですが、はい、打たせっぱなしにするなと、お前の合わせるパンチの方が威力があるんだという指示に変わってますね、この打ち合い、あー、いいパンチが当たりました。いいですよ、いいです、効いてる、効いてる、さあいけるか。まだ残り45秒あります。効きましたよ、結構ね、今効いてますね、ストレート。今は結構ぐらつかせました。嫌がってますよ、嫌がってますよ。ただここで左のストレートが入ります。ここでやめない、まだまだ続けないと。先ほどのラウンドもそうですね、あのちょっとやめたところでパンチが入りました。ラスト30ちょっと相手にダメージ与えたいですね、杉田は。もう一回ね、もう一発いきたいですね。
もう一発同じようなパンチを打つことができるでしょうか。そうすると次のラウンドがもっと楽になりますね。はい、ボディを攻めようという杉田雄平、この前の回あたりがこのボディ攻撃が功を奏しています。先に、そこで先に言いたいですね。右奥から先に、先に、先に欲しいですね。ゴンが鳴りました。第5ラウンド終了です。さあ残すところあと4ラウンド、あっという間に9ラウンドに来ましたね。薬師さんはここまでどう思われますか。いや、有効打、それから試合の流れといい、はい、ポイントでは僕杉田が何ポイントか取ってあると思いますけどね。富樫さんはどうでしょう。そうですね、僕もやっぱりあの杉田君が全然攻めてると思いますよ、はい、勝ってますね。塩見さん、はい、青コーナーサイドですけどね、ガードを下げて、ガードを上げて、はい、でボディを打っていけと言ってますね、はい、でもう働く会長からはもうゴーサイン出てますね、もう行けたら行けと。ただこの時折食う左のストレートが嫌です。あとワンツー、もう手を止めない、どんどん行く、もう手を止めちゃいけませんね。止めてはダメです。あ、ミナッパー、左のロングフック、相手も勝負出てきてますからね、打たないと、一緒に打たないと。結構まともにもらってますよこれ。今ちょっといいパンチをもらいました。ただこういうところからでも打ち上げようと思います。この辺が上手ですね、やっぱりね、下がりながら。でちょっとこれ休んでるんですか。そうですね、あの相手の出方見てるんですよね、うまい具合にちょっと休みを取りながらという今日が66戦目のタイガー・アリ。塩見さん、はい、タイガー・アリサイドですがね、もうこっちのペースで来ていると、で後半になって杉田も疲れてきてるんで、顔面のパンチはもう上半身を避けるだけで十分に避けれるということを言ってますね。だからこそボディを打っていかなければいけないということになるんでしょう。そう、あの体をね、低くしてた方がいいですよ、はい、顔面を打とうとしてね、ポケットが立つとストレートもらえますからね。正面、はい、正面向いてるからね、杉田下下、まだワンツー、ボディ攻撃、ボディちょっと下がりました。それでもまた前に出ていきます。もらわない方がいい。前に出ていきます、前に出ていきます、杉田龍平。それでも前に出ていく杉田、もう手を出すしかない、どんどん出す、嫌というほど出すんです。右のストレート、左のボディ、もう離れない、また連打です。あのストレートさえもらわなきゃ大丈夫ですから、ちょっと距離を空けないでどんどん打った方がいい。ラウンドの前半はパンチをもらいました杉田なんですが、ここから、まあ、また戻していけるか。行く、まあ、まあまあ開けるとこうちょっと疲れましたか。リングを叩くなど、タイガー・アリの方のチーフセコンドエルビド・サラバリオが、まあ、興奮のあまりねちょっとエプロン叩きまして、それだけやっぱり興奮してるんでしょうね、元世界フライ級チャンピオンのタイガー・アリのチーフセコンドエルビド・サラバリオです。それぐらいタイガー・アリの方も苦しんでいるという証明なんでしょう。そうですね、苦しんでますね、はい、チャンピオンも苦しんでいます。ゴンが鳴りました。第9ラウンド終了です。10ラウンドに入りました。あと3つですからね、もう頑張って手を出すんですよ。もうここから、もうここからの勝負でしょうね、もうここから本当の勝負ですからね、ここからもうどちらがポイントを取るか。そういえばついに杉田はポイントは取ってると思うんですが、はい、もうとにかく手を向かない、相手はまだ倒すパンチ持ってますから、間を空けるとどんどん打ってきますからね。それとあの33歳という年齢のタイガー・アリなんですが、富樫さん、はい、スタミナ的にはそれほど衰えたという感じはないですか。あの、ね、スタミナなくても打てるボクシングなんですよ。 あまりからあの体力を使わないでも打てる、あの、フォームなんですよね、節約型の。そうなんですね、はい、時折ちょっとこう休みながら、で打たせておいて、そしてまたポンポンとポイントを取るというボクシングですね。あのアッパーも決まってます。ミナッパーと左のストレートは注意しなければなりません。だから要は相手に手を出ささないようにどんどん出すしかないですね、はい、少し離れればそのパンチを食うことはありません、そして中に入ればまたパンチを、ね、食うこともないんですね。スイーターはね、スタンダーに手を出すからこのままどんどん行った方がいいんですよ。杉田ペースでまた右のストレート当たっています。でも杉田もよく練習してますねこれ、こんだけ手出してね、とにかく今回は堤トレーナーも怖いぐらい絶好調だと言っていました杉田龍平です。左のガードだけちょっと怖いですね、
左のガード落とさないで、右一本でも大丈夫ですよ。時々その左のストレート食いますから、必要に左のボディを攻めています。杉田龍平、この距離が危ない、この距離、これは危ないですね。もう中に入っちゃったままの方がいい。中に入ってしまえば一発が、あのストレートですからね、左ストレート。杉田手出してほしいですね。とにかく前に前に行きます、まあ、ちょっとこの前の畠山とリック吉村の試合を見るような、なるほど、そんな感じにも見えるんですが、あの時には畠山も10、11、12頑張りましたからね。そう、危ない、ミドック中途半端な距離にいない。この打ち合い追い詰めたかに見えたんですが、しかしポーンと返されて、いい試合になってますね。目離せないですね、とにかく杉田が、若い杉田が前に前に行きます。24歳の杉田、そして33歳のタイガーリー、これもらいですね。ただパンチをもらいながらも、前に出ていく杉田の勝負根性。杉田ね、接近戦してね、スタンスを変えちゃいけませんね、はい、右と左に、もうね、中に入ったらそのままもうマイペースでそのまま打たないと、このままもう打ち抜くぐらいの、第10ラウンドもほとんど時間がありません。まだ攻めている杉田、打たれながらもパンチを出して、あーっとちょっと打たれるぞ、ダブルアウト、ゴングが鳴りました。第10ラウンド終了です。いよいよ試合は12ラウンド、この12ラウンドをどちらが取るかで決まってくるような、かなり競った試合になっています。そうですね、この3分間でも全てが決まると言って過言ではないでしょう。塩見さん、はい、青コーナーサイドはね、スミトレーナー、どっこいかなと言ってますね。あー、そうですか、ポイントはね、打たれながらも前に出ていきます。杉田龍平、かなりこれ微妙でしょうね。そうですね、アリがここまで力まだ残してたのかって、この最終ラウンドまでね、こうやって動ける持ってなるのがやっぱこの長年の経験なんでしょうね。後半スタミナ勝負に持っていけば、龍平ね、喧嘩ですからどんどん手出すの、はい、もういろんなこと考えてもしょうがないですね。もう考えちゃいません、もう手出す、はい、あと残りが2分少々、残りの力を全部出す、もう残り2分、もう打って打ちまくる、もう間を開けない、どんどんそれぐらいの気持ちですね。塩見さん、はい、チャンピオンサイドですがね、とにかく接戦だと、はい、この回絶対ポイントを取ると、はい、気合を入れろというシーンです。はい、はい、日本人のジャッジ、そしてフィリピン人のジャッジ、そして韓国人のレフリー、いいですよ、いいですよ、手を出す、右フック、印象を受けなければなりません。この12ラウンド、どちらにとっても取らなければならないこの12ラウンドということになります。先行きたいですね、ここ杉田、先行きたいですよ、先行く、うん、もうひっつくな、ひっつく、で打っちゃった方がいいですね。はい、タイガーに得意の中間距離に入ってはいけません。そう、もうここから回っちゃうと、ここから入っていって止まらずに打っていくことができるかどうか。もう、ね、杉田龍平、ピストン堀口さんみたいに、ね、どんどん手を出すんですよ。はい、もうかつての名ボクサーですよね、はい、どんどん手数を出していく、ガードのことは考えない、とにかく打って打ちまくれば、それがもう最大の防御になっていくという、そんなボクシングを、最大の防御です。そんなボクシングをずっとしてきました杉田龍平。残り1分でそのボクシングを見せたい杉田龍平です。杉田行く、もうガンガン行く、アリも疲れてますよ、これだいぶね。33歳のタイガーアリ、いやいや疲れも見えま す打たれてもいいから、どんどん行く。24歳の杉田龍平、もうこの距離だと倒されることはないですから、どんどん行く。龍平ラッシュをかけていく、残りは40秒切っています。 OBB 東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ、さあ行く、先に30秒、中間距離はダメ、中に入っていく、残り30秒、手を止めない、ポイント取りたいですね杉田。もう喧嘩です、行くんです。タイトルを掴むためには、ここからあと20秒を頑張り抜くこと、頑張り抜く、一つでも多く当てる、打っていけ杉田龍平、当てる打たれても打っていけ、前に出ていけ杉田龍平、そう、打っちゃう、右ストレート当たっています。前にどんどん前に出ていく杉田龍平が、打って終わりました、打って終わりました。杉田龍平12ラウンド戦い抜きました。両者この試合は判定に持ち込まれました。勝者タイガー、有効だ、判定でタイガーアリ、レフリーデビッド・チェーン、タイガーアリが勝ちました。
ジャッジ伊藤115対115、ジャッジビルトリア・ガルシオ117対111、タイガーよってタイガー選手の勝ちでございます。という結果になりました。4ポイントですね、1人が117対113、1人はドロー、そして1人が117対111ということで、タイガー有が2対0で判定で勝ちました。多分有効打取ったんでしょうね。有効打というのであった印象は有のが良かったように思いますから、特にあのラウンドの最後の方で取るというね、そうですね、ということになってしまいましたが、渡嘉敷さん、はい、どうでしょう。やっぱり伊達にあれだけ戦ってないですね、いいポイントついてきますね。はい、まあ、かなり杉田選手も頑張りましたんで、はい、あるいは判定に持ち込まれればいけたんじゃないかなというような思いで判定聞いていたんですが、はい、結局2対0でタイガー・アリが勝ちということになりました。ただ敗れましたけれどもね、一言いかがですか、薬師さん。杉田も、はい、タイガー・アリってこういう、はい、今年行った老化な選手っていうのをやってみて、はい、まあ、これを次につなげてほしいですね。はい、渡嘉敷さん、一言どうぞ。東洋タイトルマッチ、はい、タイトルは、はい、もう手の中にあるな、手応えがあったなっていう、はい、そういう勉強ができたと思いますね。頑張ってほしいと思います。判定でタイガー・アリが勝って4度目の防衛に成功しています。